シャロシーナローチャンネルの真島です。こんにちは。シャロシー試験本試験まであと1ヶ月ということでね、いわゆる超直前期であるわけなんですけど、いかがお過ごしでしょうか。公開模試受けましたよね。その結果、判定基準っていうんですか、学校によっても違うわけなんですが、 A、B、C、3段階評価という学校もあれば、 C の下に D 評価を設けているという学校もあればですね、さらに D の下に E があるっていうですね、非常にシュールな学校もあったりなんかするわけなんですけどもね、今日のこの動画ではその一番上と一番下を取りまして、平均的なところでね、 A、B、C で4つの評価、4段階ですね、の評価、これを基準にして考えていきたいと思います。おのおのの意味ってのは分かりますよね。簡単に言いますと、まず A、一番上ですね、A 評価ですね、よく頑張りましたねと、合格可能性は非常に高いですよと、ただこういう試験なので油断しないようにお願いしますね、これが A 評価ですね。 B 評価、A でない以上はですね、少し足りないわけですね。少し足りないんだけど、でも合格の可能性は全然あるから、強い気持ちで頑張ってね。これが B 評価ですね。C 評価。C 評価は、B でも A でもないってことなので、正直、今年はちょっと厳しいかもね。っていうのが C 評価。そして一番下の D 評価なんですけど、これはっきり言ってダメだこりゃっていうことですよね。言い方悪くて申し訳ないんだけど、そういうことじゃないですか。はい。A 評価から D 評価の意味はそういうことってことなんだけども、で、結果ですね、A 評価と B 評価の人ね、この人たちはある意味もほっといていいわけですよ。だってこれまである程度いい感じで来てるわけじゃないですか。本人としても、このまま頑張れば本試験突破できるぞっていう、実感が、多かれ少なかれあるわけですよね。であれば、今ここで私がどうのこうの言う必要も多分なくて、ご本人の気持ちだけで前に進んでいけて、突っ走っていけて、本試験のハードルを超えてくれるんだろうな、と思うんでね。もちろん油断はダメなんだけどね。そういうことで、A と B の人は今日はちょっと外させてもらいます。で、D の方。D の方ね。大変残念なんだけど、D 評価の方は、やっぱり今年はちょっと厳しいと思いますよ。例えば、今日勉強を始めた人がね、今年の試験に受かるかって言ったら、これはもうほとんど可能性ゼロに等しいじゃないですか。そう、そういうわけで、世の中には、どう頑張ってもどうあがいても、やっぱり厳しいんじゃねえってことはあるんでね。そういうことだから、D 評価の方は、今年はちょっと、無理かなと思いますね。もちろんその、来年の試験に向けて受験することはいいと思うし、逆にしてほしいと思います。最高の練習ですからね。ただ、合格するかどうかってことになると、今年は厳しいんじゃないのかなっていうふうには思いますね。というわけで今日は D の方にもご対処を願いましてですね。というわけでこれ以降は C 評価の方ね、C 評価の方にスポットを当てて話をしていきたいと思います。C 評価っていうのさっきも言ったんだけど、学校側としては正直言ってあんまり期待してないですよ。A とか B の方は、A の方はね、多分いっぱい受かるだろうと。B の方もある程度の割合受かってくれるだろうと学校は思ってます。でも C の方については、あんまり期待しないでおこうね。的な感じ。なんですよね。はい。そういう状況なんだけど、そういう中で C 評価だったあなたに問いかけたいんだけど、さあどうしますか？どうしますかって言ったら2択です。諦めるんですか？それとも諦めないんですか？この2択。さあどうでしょうか？いや、これまで一生懸命頑張ってきてね。でもなかなか点数が上がっていかないと。模試受けたけど、C 評価だったと。学校の方も多分期待してないよって状況だと、なんとなく気持ちが萎えてしまって、もうやめようかな。諦めようかな。
なんて気持ちになっちゃってるかもしれない。まあそれはある程度やむを得ないというかね、まあある意味自然な流れだとは思うんですけども、でも、それでいいんですかってことです。諦めるのは簡単です。でも諦めたら、そこで終わり。もう合格はないわけなんでね。ってことはよく言われますよね。でまさにもうその通りなわけですよ。だってあなたね、半年前か一年前かわかんないですけど、この試験の勉強を始めたときに、絶対諦めないって心に決めたんじゃなかったでしたっけ？いや、そんなこと決めた覚えはないって言われたらそれまでなんですけどね。まあ、ほとんどの方はそう心に決めたはずなんですよ。絶対諦めずにこの試験を突破してやる。そう自分に誓ったはずなんですよ。なのにここに来て、ちょっと点数悪かったからってもう諦めちゃうんですか？それって自分自身に対する裏切りじゃないですか？それでいいんですかってことです。もうちょっと頑張ってみませんか？もうちょっとあがいてみませんか？もしかしたらなんとかなるかもしれないじゃないですか。まだまだ諦めるのは早いんですよってことが言いたいです。これからが本題です。あのね、ありていに言います。C 評価の方。確かに学校からあまり期待されてはいないんだけど、でも実際蓋を開けてみますとですね、C 評価の方って本試験で実は結構受かってるんです。いや、断っておきますけど、これは統計に基づいたお話ではありません。だってそういう統計の数字って大手の学校だけが持ってますよね。私みたいな個人が伺い知れる数字じゃないんで。ね。だから統計ではなくて私の肌感です。肌感覚。とは言いながら、私受験指導30年もやっておりますからね。何千人何万人という受験生の方々と接してきた。その私の肌感だから間違いはないです。信じてください。大丈夫です。はい。ね。C 評価の方でも結構たくさん受かってます。もちろん A 評価とか B 評価の方には割合的には負けてるかもしれないけど、でも C だからもう絶対受かんないとか、受かる確率は限りなく低いとか、そんな卑下するほどのことはないというか、もうちょっと受かってます。そうなんです。結構たくさん受かってるんですね。はい。じゃあ、次ね、C 評価なのになぜ受かるのか、理由をちょっと箇条書きで挙げていきましょう。いくつかあります。まず一つ目、だってまだ1ヶ月あるじゃんって話ですよ。そうですよね。だって試験明日じゃないんですよ。 C 評価を閉じました、翌日が試験です、本試験ですってなったら もちろん厳しいかもしれません。でも C 評価取ったんだけどまだ試験まで時間があるよ。今日基準にしたところで、この動画撮ってる今日ね、基準にしたところで、あと1ヶ月もあるわけですよ。その1ヶ月間必死に勉強して、今の C 評価に上積みすればいいわけですよ。B 評価、A 評価のとこまで実力を上げればいいわけじゃないですか。実際過去そうやって多くの受験生の方が C 評価だった方が、ちゃんと本試験で受かっていってるんですよ。諦めるのは全然早いって話ね。そして二つ目の理由なんだけど、これね、実はとっても大事なことで、意外とこれ気がついてない人が多いんですね。あのね、受験校の講師の方でも気がついてない方がいるんで、よく聞いといてください。いいですか？あのね、模試はあくまでも模試なんですよ。本試験とは傾向が違うんだよってことなんですよ。試験問題っていうのは、作問者、問題を作る人によって、個性っていうのはどうしたって出るんですね。いや、なるべくその、傾向を同じく似せて作ろうとするんだけど、でもそこにはやっぱり個人のパーソナリティっていうのがあるんで、どうしても個人の色が出るんですよ。これはもうしょうがない話なんですね。そう。で、模試っていうのは、本試験の問題を作る試験委員の先生方が作ってるわけじゃもちろんないですよね。そうじゃなくて、その学校、受験校の講師とか、まあ社員の方とかね、そういった方々が作ってるわけでしょ。だから本試験とは作問者が違ってる。これが非常に大事なことで、となれば傾向、カラー、色がどうしたって違ってくるんですよ。結果として何が起きるかっていうと、模試ではなかなか点数低かったんだけど、同じ人が本試験を受けたら傾向が違ってるんで、高い得点取って受かりきってしまうってことがよく起こるんです。もちろん逆もありますよ。模試がたまたま自分に合っていい点数を取った、
まあ、それで多分油断もしちゃったんでしょうけども、本試験ではボロボロになっちゃってダメだったって方もね、いるわけですよ。だから A 評価とか B 評価の方が本試験で泣くっていうのは、それが一番大きいんですね。そう、そうなんだよ。だからそこ絶対忘れちゃいけないんで、ね。だから模試が悪かったとしても、本試験の問題はあなたにあって、すごいいい得点取れてしまう可能性は多分に本当にあります、これは。これは決めても何でもなくて、本当によくあることなんで、知っておいてください。はい。そして三つ目としましてですね、本番は何が起こるかわからないよと。これはまあ、ある種運命論的な話なんですけれども、本当にね、本番は本番なんでね、練習とはどうしたって違うんで、本当何が起きるかわかりません。例えばの話、まあ、極端な話なんだけども、社労士試験ってマークシートでしょ？全問一切わかりませんでした。全部適当にマークしました。そしたら全部当たってて満点で合格しましたっていう可能性。可能性ゼロじゃないでしょ。ゼロじゃない以上は起こるかもしれないわけですよ。もちろん今のは極論なんだけど、そんな極論言わなくてもね、C 評価の方がたまたま運よくいくつか当たって B 評価ぐらいになって、そのままギリギリでもいいから受かりきってしまうということもしょっちゅう起きるわけです。はい。そして、最後かな。うん。何が何でも絶対受かるとの強い気持ちがあれば運も味方するよ。これは私の持論なんですけれども、とにかく気持ちです。絶対受かる。絶対合格をもぎ取るっていうね。強い気持ち、強い信念でことに臨む。試験に臨む。そしたらば、運も味方してくれて、いいこといっぱい起きる。で、そのまま受かりきってしまう。運が味方してくれなかったんだ、なんていう人は気持ちが足りなかったんだと、私はそう思うことにしています。はい。まあ、そんなことでね、C 評価の方でも十二分に受かる可能性多分にありますから、決して諦めないってことね。はい。で、じゃあ、ちょっと最後にね、私自身の話なんですけども、私が受験したのは平成5年っていうもう大昔の話ですね。恐竜がいた頃の話なんですけどもね。当時、通っていたレック東京リーガルマインドの公開模試。これ私2回受験させていただきましてですね、1回目の模試ではですね、記述式、当時選択式じゃなくてね、記述式って言って、下の語群がない形式だったんですけども、それがなぜか神がかり的にできまして、全国7位だったんですけどね。まあそれはもちろんまぐれであって、択一はボロボロでした。そして2回目の模試も全然ダメで、C 評価だったんですよ。実際のところ C 評価を私はいただいたんですよ。うん。でもそれで、私、並びなんか一切しなかったですね。だってもう絶対試験には受かるんだって私決めてましたから、絶対この試験に今年受かって、で、社労士で一生生きていくんだって、もう決めていたので、模試の点数がいいとか悪いとか関係なかったですね。本試験で合格点取ればそれでいいんだっていうもう強く思ってましたから、だから模試の点数が悪くても C 評定でもどうでもよくて、とにかく模試の復習をしっかりやったってことなんですよ。それで、いざ本試験ではどうなったかっていうと、まあもちろん模試と傾向も違ってたと思いますけどね。なんか私にこう、あった問題があったわけですね。択一結果50点取れましたからね。70点満点中50点取りまして、で、ただそれもね、労災徴収ですね。これが10点中4点っていう、まあ最低基準点ギリギリだったわけですね。それも、なんと、徴収3点だった。ってことは労災たった1点ですよ。まあそんなギリギリね。さらに技術式もですね、社一。5点中1点でしたけどね。でも 1.9 歳だったんで、なんとかかろうじて合格できた。まあこういう話であります。ギリギリであろうが何であろうがですね、模試で C 評定取った他ならぬこの私が本試験で50点でそこそこの高得点ですからね。うん、それで受かった。まあそのギリギリのあったにしてもですね、受かったわけなんで、ということはほら、模試というものがいかに当てにならないか。模試はあくまでも模試なんだよってことが分かっていただけますよね。はい。そういうこと。だから諦めないでほしいっていうことです。諦めるのは全然早い。あなたは十分合格できるってことなんでね。とにかく大事なのは、もう気持ちですね。強い強い気持ちを持って合格を手繰り寄せるってこと。で、私がね、こう気持ちが何より大事なんだよってことを力説しますとですね、中に反発する人が必ずいるんですね。そんな気持ちばっかりでうまくいけば世の中何も苦労しませんよなんてことをね、言う人が中にいるんだけど、申し訳ないけど、そういう人っていうのは、これまでの人生の中で、本当に必死になったことが多分ない人だと思うんですよ。本当に頑張って、それで結果を勝ち得たっていう経験がないから、そんなことを言うんですよ。
うん、あのね、努力っていうのはね、裏切りません。いやね、強い気持ちがあれば絶対受かりますなんてことは言わないし言えないですよ。それはね、世の中絶対はありえないですからね。でもその強い気持ちが仮になかったとすれば、受かる確率っていうのは限りなく低くなっちゃうんですよってことが言えるんですよ。だからとにかく合格の確率を少しでも高めるには、強い気持ちを持って必死に頑張っていただく、もうそれしかないんだってことなんですよ。人生長いですけど、人生の中で一回ぐらいですね、もう本当にね、何者にも負けない強い強い気持ちを持って、凄まじい努力をしてみたって罰が当たらないんじゃないですかいってことを私は言いたいということであります。はい、そんなわけで、まあ、なんかちょっと説教みたいになっちゃってね、今日は申し訳なかったけど、そういう意図はもちろんないんで、あなたに頑張っていただいて、絶対ぜひともね、合格を勝ち得てほしいという私の強い強い思い、気持ちを聞いてほしかったということです。暑いけど頑張ってくださいね。今日は以上です。ありがとうございました。